OK です。ある農場を建てると、時間経過で食料が手に入るようになります。今度は、木材を入手するために。ナイスです伐採所を建てると、時間経過で木材が手に入りますが、同時に、それでは次は、建物のレベルアップをしてみましょう。建物を右クリックすると、 レベルアップのためのウィンドウが出てきます。建物をレベルアップして。さすがです、はルジ様慣れてきたら、建物のレベルアップは、左クリックで直接することもできますよ。さて、次は少し難しいですよ。 お見事です、主様。資源が溜まるようになったので、右下の早送りボタンを押すと、それでは、速度アップも使って、12月ですね、主様。 このゲームでは、12月から2月は、冬という、このままでは食料生産が危ないので、研究所を建てた後に、右クリックして、研究のボタンを押して、食、グッドです、主様。これで冬の間も食料生産がどうにかなりそうですね。 まだ足りないと感じたら、農場のレベルを上げるのもいいと思いますよ。さて、次なのですが。敵が現れましたね。これは倒さないといけません。兵士を育成するために、弊社を建てないといけないのですが、空いている土地がないですね。ここは研究所の研究で、 新たに土地を一つ確保しましょう。 をクリックすると専用のウィンドウが開くので、そこ兵士をいくらか育成したら左下の攻撃ボタンから攻撃を仕掛けてみましょう。一度で倒しきる必要はありませんよ。 終ましたね主様これでチュートリアルは終わりです仮想訓練お疲れ様です主様さて、主様 頭を使って疲れたでしょトーなどはいかがですか